ジョン・フレデリック・トマス・ジェーンは、ジェーンズ・ファイティング・シップス及び、オール・ザ・ワールズ・ウェア・シップスの創設者及びその編集者、ウィンストン・チャーチルを一時的に誘拐したことでも知られている。ジェーンは、イングランドのサリー、リッチモンド・アポンテムズクのタウン、リッチモンドに生まれ、後の人生のほとんどを、英国一位の軍港であるポーツマスで過ごした。10代の頃には港に浮かぶ軍艦のスケッチを、はじめ、 1898年には各国の軍艦とその武装を詳細に述べたオールザワールズファイティングシップスを出版した。この年間は出版後すぐに高い評価を得て、現在も軍艦に関する標準的な参照元であるとされている。後に現在のジェーンズインフォメーショングループとなる企業を設立した。ジェーンは政治にも関心を有しており、1906年に行われた 派員総選挙では、ポーツマス選挙区から無所属で出馬している。自由党、特にその左派に対して強い警戒感を持っており、1910年の総選挙で、左派自由党員のエドワード・ハメルドと相対した際には彼に対する激しい妨害をやってのけた。当時自由党に所属していたチャーチルがハメルドの応援演説に駆けつけることを聞いたジェーンはチャーチルが、 利用する駅にスポーツカーで乗り付け、彼に対して会場まで送迎しようと申し出た。ジェーンは、猛スピードで、あさっての方向へと車を走らせ、事態に気づいたチャーチルが集会に出ることを不可能に、してしまった。他の政治集会においては、水平に桜を仕込ませ、軍艦内で使用するハンモックを増やせば、当選できるだろうと訴えさせた。ハメルドはこれに引っかかり、 ハンモックの剣を公約に加えている。ありがとうございます。